こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話お願いします。はい、今回のテーマは本懐です。はい、今回で3回目になりますね。はい、はい、本懐というのは、本は本当のということですし、懐は懐ということで、心に抱き続けている思いということですので、これ一つ果たしたいと、成し遂げたいと思っていることですね。はいはい、で仏教では人外受生の本懐という言葉がありまして、はいはい、私たちが人間に生まれてきたのは何を成すためなのか、生きる目的は何なのかと、これが人外受生の本懐と、こういうことですね。はい、でそういう話をしますと、中には別にそんな何のために生きてるのかとか、その生きてなさねばならないことは何なのかとか、そんなこと別に知らなくたっていいんじゃないのと。はいはい、それはそういう方の気持ちも分かりますよね。はい、なんか考えたところで分かんないからいいや、とりあえず一生懸命頑張っていければみたいな感じのところは結構ある人多いと思いますよ。そうですね、はいはい、で実際そんなこと別に知らなくても生きていくことはできます。できます、はいはい、ただ仏教ではそれでは やがて最終的には虚しい人生になってしまいますよと言われるんですね。人外受生の本懐があるんですよと。そっか。そしてそれを果たすことができるんですよと、こうはっきり教えられているのが仏教なんですね。ところが、先ほどもありましたように、ほとんどの方がその自分が生まれ生きているのは一体何のためなのか、何を成すための人生なのかと、そういうことはあまり考えず、考えていることはそのどうやって生きていったらいいだろうかと、いうことを、ばかりに心を奪われているのが私たち、ね、もうそうですね、その通りだと思います。どうやって生きるかは考えてますね。そうですね、はい、そんなことじゃ君ね、生きていけないよと、この厳しい世の中生きていけないよと、そういうことはよく言われますよね、はい、そうですね、はい、ちょうどそれは例えて言いますと、飛行機で考えてみたいと思います。はい、私たちが飛行機に乗るときには必ずその行く先、目的地を確認して、その待合室なんかで、なんかジャラジャラジャラってありますよね、どこどこ行きってやつね、はいはい、で確認して、ホノルル行きだとか、はい、確認して、はい、こう乗り込みますよね、行きますね。でそしてやがて飛行機が離陸しまして、その飛行機の中ではそれぞれの人がいろんな過ごし方をしてると思います。映画を見たりとか、雑誌を読んだりとか、音楽を聴いたりとか、また隣の人とおしゃべりしたりとか、そうやってこう安心して空の旅を楽しむことができるのは、何時間後に間違いなくその目的地にたどり着くと、こう思えばこそ安心して乗ってられますよね。そりゃそうですね。ところがもしこれが行く先が分からなくなってしまったとまた安心して降り立つことができなくなってしまったと、その飛んでる途中でエンジンが故障したり、しかもその太平洋のど真ん中とか、はい、こういうことになりますと、行きたいところには行けないことになりますし、そうですね、墜落っていうことになってしまいますので、墜落するのは1時間後かと、でそれまでの間映画を見ておこうとか食事を楽しもうとか、安心してできるでしょうか。笑っちゃうぐらい無理ですよね。そうですね、はい、あと1時間で墜落、じゃあ映画見ようかって、つわものいたらってみたいぐらいですね。そうですね、はい、墜落っていうことになりますと、機内の中でどんな過ごし方をするかとか、そんなこと一切関係なくなってしまうんですね。そうですね、ファーストクラスが良かったとか、そんな不満とかって一切関係ないですし、そうですね、どんな飛行機が飛び方してきたかとか、また機内の食事が美味しかったとか映画が良かったとか悪かったとか、そんなこと一切問題にならないですね。ならないですね、はい、全てが意味をなさない、価値を失ってしまうんですね、色あせてしまいまして、ですからそのどう飛行機が飛んできたか、どう過ごしていくかっていうことも大事なことなんですけども、
それはあくまでちゃんと安心して降り立つことのできる飛行場があって、うん、そこに間違いなく到着できるとこうなっていてこそ意味をなすことなんですよね、うん、そうですね、まあ、これは私たち の人生で置き換えて考えてみますと生まれた時がちょうど飛行場を飛び立った飛行機、うんまあ、よくあの月日が飛ぶように過ぎ去るなんていうふうに言われますように、はい昨日から今日、今日から明日、去年から今年、今年から来年へと、まあ、飛行機が飛ぶように、うん、ものすごいスピードで月日っていうのはこう過ぎ去っていきます、うんはい、でその間私たちはどう生きていったらいいかどう飛んでいったらいいかっていうことで必死に考えてます、はい、ですね、どの学校に行こうか、はい、就職先どこがいいかとか結婚はどうするかとか、うんまあ、こういうことに始まってもういろんなことを考えてますよね。そう、どう生きていこうかと。はい。まあ、そういうことでこう頭がいっぱいですけれども、やがては飛行機も燃料が切れて降りていく時がありますように、私たちの寿命も尽きていく時があります。うんうん、飛行機が最終的にどこに行き着くのか、つまり人間死んで一体どうなってしまうのか、うん、どこへ行くのか、この行く先がはっきりしていませんと、生きてる間は飛んでる間はあの人が羨むようなあんな飛び方したいなとあんな生き方したいななんであの人あんなにいい飛び方してるんだろうが羨ましいと、うん、こういうことってあると思うんですけど、はいはい、でもいよいよ墜落するってなりますとどんなに素晴らしいかっこいい飛び方してたかとかそういうこと関係なくなりまして、はい、それよりもその行く先のことが一番の大問題になります、うん、私たちも人間死んでどこへ行くのかそれは間違いなく安らかな明るい世界へ行けると、うん、仏の世界へ行けるとこうはっきりしていてこそ安心して生きていくことができますが、うん、その行く先がはっきりしていませんと最後の最後で何のための人生だったのか何のために苦労してきたのか全てがあの価値を失って吹き飛んでしまうことになりますので、うん、それで仏教ではやがて必ず死んでいくその行く先がはっきりしていてこそいやその行く先が明るい世界へ行けるとこうはっきりしていてこそ安心して生きることができますし本当に生きてきてよかったと意味のある人生だったとこうなるんですね。ですからこの飛行機にとって私たちの人生にとって成し遂げなければならないことは安心して降り立つことのできる飛行場を早く確保することなんだといつ死んでも明るい世界へ行ける仏の世界へ行けると、まあ、仏教や浄土と言われますけど、はいはいはいまあ、いうことがはっきりしてこそ安心して生きていくことができるんだと、まあ、これは早く成し遂げねばならないことなんだと、うんまあ、このように仏教では言われているんですね。わかりました。いわゆる飛行機に乗った、まあ、行き先ですね。何々行きっていうのは浄土行きっていうのが正解ってことですよね。そうですね、はい、ですよね。そう、飛行機で言えばもう私たちもう飛んでしまってますんで。そうですよね。もう生きてだいぶ経ってますからね私、はい、もう飛んでしまってるんで早くあの着陸地を確保するということですね。多分私年齢的にも飛び立ってもうそろそろゴールにこうなってるぐらいの年齢なんですけど、はい、年齢的にはね。でもこっから軌道修正できるってことですね多分ね。そうですね、はいはい、じゃあ、 まあ皆さんもねあのまずはその自分 その目的地飛行機の行き先をちゃんと知っていただくことからね始めていただければということですね、はいまあ、そこはあの、はい、目を向けるというところが出発点ですね。はい、はい、分かりました。今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。